なんか私って曜日の感覚ないんだよな。はい、お家にやってきました。おはようございます、ドノチューブです。今日は木島さんのコラボのハットキャップが第3弾で発売をされるので、それの紹介とともに、たまたま7アイテムというか3つの種類の帽子なんですけど、色展開を考えるとちょうど7つの帽子があったので、1週間コーディネートをしたいと思います。よろしくお願いします。全部全身白でスタイリングしてみました。白いスニーカー、そして白いニットドレス、白い T シャツ、白い帽子でやらせてもてます。木島さん、ジルサンダーのニットドレス、獅子喰いの T シャツ、アップルウォッチ、アディダスのスニーカーでやらせてもてます。月曜日頑張ろう。火曜日、まだ火曜日かよみたいに思ってる人いると思うんですけど、火曜日です。木島さん、獅子喰いの T シャツ、ホープマカレイ、ま、ちょっと読み方が間違えてるかもしれません。そしてイッチで獅子喰いシャネルです。水曜日です。こんな曜日ってすごい重要、そんな言わないか、私バラバラだからな何曜日だから何とかがない職業についてしまったので、水曜日はジムに行きます。ジムっぽくな。あの、私私服が何でもいいっていう職業を選んでしまったので、何曜日だからこうみたいな感じではないんですけど、今日は帽子のコーディネートなので、帽子に合わせたあのスタイリングの水曜日ってことでやらせてもらってます。木島さん、ブラックバイマウジー、ジルサンダー、獅子喰い、ジョンロブ、イッチです。行ってきます。木曜日です。木曜日は、仕事帰りに美味しいお寿司を食べに来ました。楽しみ、行ってくるね。はい、スタイリングは木島さん、オペークドットクリップウィズミ、ノークリユニフォーム、オペークボッテガブリンタです。ちょっとジャケットにニットキャップになってるんだけど、インナーは割とちょっとカジュアルというか、例えばインナーとかはこういう感じでなんか緩いスタイリングにしてて、なのでニットキャップは緩いスタイリングにも、コートジャケットのような割とカチッとしたスタイリングにも合います。金曜日がやってきました。遊ぶぞイエーイみたいな感じの、スタイリングにしてみましたけど、はい、カラオケ行こうかな。どこでカラオケ行くか、カラオケ行こうかなみたいなスタイリングです。誰誘うかな、カラオケ一人で行こうかなみたいなスタイリングです。木島さん、ジルサンダー、中に着たニットはさっきのノーク、ザローデニムが獅子喰い、靴もザローです。カラオケ行くぞ、イエーイ。はい、土曜日でしたっけ今日。なんか私って曜日の感覚ないんだよなっていう人いるよね。いる。いるよね。あれ何？何マウントなんだろうって思うんだけど。あとテレビ見ないんだよね。その2つが私は結構気になるワードです。はい、で土曜日なんですけど、私は割と結構土日がお仕事休みなので、休みにしてるので、子供たちと映画に行ったり、映画の帰りにスケートパーク
連れてったり公園連れてったりみたいな、格好にしてみました。初めて曜日を意識してスタイリングをしました。飯島さん、バブアー、オペーク、シシクイ、ザロー、オペークのノベルティです。これすごいの、これがつくの。私 YouTube でそれ紹介するの忘れてて、ちょっとあの詳しくはオペークまでって感じなんですけど、何万円以上みたいなことだったと思います。日曜日です。あの私の土日の目標はやっぱりお家にずっといるとゲームばっかやっちゃったりとか YouTube を見てしまったりとかするので、私も子供もだからなるべく外に行きたいなっていうのがあって、なのでちょっとあったかいこういう格好で、あのさっきのニット帽もそうなんですけど、この中綿の帽子もかなりあったかいんですね。なので外に出かける時とかにすごくいいです。秋冬なので、でこういう緑のハットなんですけど、緑のニットワンピースと一緒に合わせてみました。暑い、木島さん、ブラックバイマウジー、オペーク、ボッテガベネタです。木島さんの帽子を使って1週間コーディネートをやってみました。いかがでしょうか、皆さん参考になりましたでしょうか。たまにねこういう1週間のスタイリングみたいなの本当はやった方がいいなと思ってるんですけど、なのでやりましょう、またやります。1ヶ月に1回ぐらいやりたいよね。だって季節って目まぐるしくさね。じゃあね、バイバイ。